みんなこんにちは。今日はサイエンスクイズです。今回は三択問題です。それぞれではどうなるのか予想しながら考えてみてね。それではレッツサイエンスクイズ。あるところに悪い鬼がいました。昼はぐーすか寝ているのですが、夜になると起きてきて大暴れします。そこで鬼が寝ている間にずっと寝続ける薬を鬼にぶつけることにしました。ゴムパチンコで薬を入れた風船を飛ばしてみたのですが、鬼までの距離の半分にも届きません。でも起こしてしまうので、これ以上近づくこともできません。どうしたらいいでしょうか。次の3つから選んでください。1番、ゴムの長さを半分にする。2番、パチンコのゴムを2倍長くする。3番、ゴムをきしめんにする。それでは考えてみよう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ストップ。では動画を見ながら答え合わせをしましょう。まずは1番、ゴムを短くしました。しっかりゴムを引いて、狙いを定めて、えい、あれれ、もっと飛ばなくなっちゃいました。残念。2番、ゴムを2倍長くしてみます。いっぱい引いて、次こそ、えい、やったー、命中。これで鬼は寝続けるでしょう。よかったよかった。ゴムは物を動かす働きがありますが、その働きはゴムが長いほど大きくなります。ちなみに3番、そうそう、きしめん、おいしいし、ほっとくといい感じに伸びるのよね。ってこれで飛ばせるわけないじゃん。どうだったかな。今日のポイントは、ゴムは物を動かす働きがあること、そしてゴムは長くするほどその働きが大きくなるでした。みんな、今日のサイエンスクイズ楽しんでくれたかな。もっと詳しく知りたいという子は実験の動画を見てみてね。正解した子はもっとクイズに挑戦。次の動画を楽しみにしてくれている子はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回、バイバーイ。